皆さんこんこにちは田中雅です前回まで「ススコトマやラスについて説明してきま」したでスコトマや「ラスの働きによって私たちは重要なものだけを認識し重要でないものはその「ラスに阻まれて認識できず「スコトマになっているでその何が重要であるかを決めているのがブリュフシステムでありこの重要性関数であるという話をしてきました。 でこれに関連して少し違う角度からあの全体コーチング全体を眺めてみたいいと思いますで今回扱うのはコンフォートゾーンについいて扱いますでコンンフォーートゾーンというのは私たちが快適でいられる、まあ、くつろいでいられるような物理的範囲そして精神的な範囲のことをコンフォートゾーンというふうに言います。 コンフォートゾーンの中にいると、私たちはリラックスして振る舞うことができます。それに対して、コンフォートゾーンを出てしまうと、私たちは。こう緊張したりして、元のコンフォートゾーンに戻ろうとする働きがあります。動物とかを例に考えると、自分の縄張りの中。っていうのは、ある意味安全なので、コンフォートゾーンですけれども、その外っていうのは。 いい、つ敵に襲われるか分かんない自分にとって慣れていないいなな場所っていうののはコンンフォーートゾーンの外になります。あるいはスポーツとかであれば普段自分が慣れているあのホームにあたる部分はコンフォートゾーンですけれどもな何もあのマインドの準備をせずに行って戦うようなアウェイの場所であればそれはコンフォートゾーンの外になる。 ことが多いかもしれませんでコンフォートゾーンはどういうふうに決まっているかというと私たちの自己イメージがコンフォートゾーンの、えーまあ、場所であり範囲というのを決めています。イメージとしてはサーモスタットのようなあのイメージをしてみるとわかりやすいかもしれません。例えば空調で 20度の設定をししたとしますそうすると空調が働くのは、まあ、その高す部屋の温度が高くなって例えば2 1度になったときに働いて2 0度に戻そうとする。なので部屋が2 2度とか2 3度になったら。 そその20度とというう基準に戻そうと空調が作動するでまた部屋の温度が下がりすぎてもじゃ例えばこの幅が19度とかにしましょうかでこの19度を下回ったら今度は部屋を温めようとまたスイッチが入るでそして20度の前後に部屋の温度を保とうとするでそういう働きが ターモスタットにはあるわけけですけどその例で言うとこの20度という設定温度にあたる部分が私たちの自己イメージそれに対してその一定の幅を持ったそこに戻ろうとする範囲のことをコンフォートゾーンというふうに言っていますなので、まあ、基準設定温度の方を見るか その元に戻ろうとする少し幅のある方を見るかで自己イメージと呼ぶかコンフォートゾーンと呼ぶかっていうのはちょっと変わってきますけど実質的には同じものとと考えて良いと思い思ますで私たちはこの自己イメージという自分にとって重要なものに従って認識しています。それは あの自己イメージというのも私たちにとっての信念の一つだからなのでブリーフシステムの一部だからなので私たちは自己イメージに従って認識し行動しているということはこのコンフォートゾーンの中のことしか認識できていないということになります。ということはコンフォートゾーンの外側というのは全てすことマになっているということですね。 なので自分が今いるコンフォートゾーンの外側に実際にはいろいろなあの自分のやりたいことであったりとか機会とかがあるわけですけれどもそれは今はスコト前回前々回では「スすトマまラスを、えー、克服していかに認識を広げていくかというときに。 現状の外側にゴールを設定するっていうことが重要だという話をしました。コンフォートゾーンを広げるっていうのも同じで現状の外にそれも社会性の高いより多くの人のゴールを含むようなゴールを設定していくことでコンフォートゾーンに含まれる範囲っていうのが広がっていくことになります。でそれは まさにスコトマに隠れていた情報が見えてくる可能性や方法が見えてくるっていうふうなことにつながっていきますなのでブリュフシステムを変えるそれもゴール側に向かって変えるっていうのはできるだけ抽象度の高い社会性のゴールを設定してコンフォートゾーンをより大きくしていく広げていくまあ視点で言えばより高い視点から 全体を眺められるようにするっていうふうに言えるかもしれませんしそこで見えてる範囲を広げるっていうことであればコンフォートゾーンを広げるという表現になると思いますいずれにしてもより多くの宇宙の要素を含んでいくようなゴールを設定することによってコンフォートゾーンを広げスコットマに隠れていた私たちの可能性でありいろいろなこれからやっていきたいことっていうのが 見つけられるようになっていくというのをコンフォートゾーンという概念と一緒に覚えておいていただければと思います